佐島は日本海軍の布設艇。夏島型布設艇の一隻。佐島は横須賀港第5区記念館三笠の沖に浮かぶ島の名前。計画番号 H5 ビット。船体、並走は夏島と同一であるが試験的に満式ディーゼルを主機とした。このため速力は幾分落ちたが航続距離は2倍近くに伸びている。 この手機の性能は満足のいくもので、その後の測定型、平島型不設艇のほか、苦戦艇、解剖艦などの小艦艇の手機に積極的に採用された。建造中に起きたともつる事件により、復元性能改善工事を実施、固定バラスト80トンを搭載するなどし、1939年には、 戦隊補強工事を行い、こう支配水量は647.1トンに増加した。対戦中に、機銃増備を実施したと思われるが、詳細はわかっていない。1932年12月10日、佐島と命名、同日府で二等不設定の欄に記載される。1933年3月28日三菱、横浜選挙にて、寄港。 5月23日に不設定の投球が廃止され、不設定となる。同年12月16日浸水。建造中に、ともつる事件が起きる。当初の竣工予定は1934年5月31日だったが50日、遅れ7月20日に竣工した。横須賀陳述席、横須賀防備隊所属。1938年7月1日。 シナ方面艦隊の指揮下に入り急行、攻略作戦などに参加する。太平洋戦争開戦時は、横須賀防備隊に所属し、東京湾港付近の対戦紹介や、機雷布設、近海の護衛、物資輸送などに従事する。1942年後半以降は、八丈島艦など、日本近海の船団護衛にも参加。 1944年2月1日に類別東急が、不設定から不設定に移り、改めて横須賀鎮守布石となる。同年5月17日立山湾発、サイパンまでの戦断衛を行う。その帰路の7月4日父島にて、敵機の攻撃を受け、弟島西方に退避する。回避運動を実施したが、機械室に被爆。 火災を起こし弟島北美星砲800メートルで沈没した9月10日除籍ありがとうございます